爪楊枝入れ、うん、スープの中にシャカシャカシャカスープにもう爪楊枝3本4本浮いてんねん。爪楊枝がシャカシャカ入ってっちゃったの。その時は眼鏡かけてなかった。やってないやってない、あの頃やってないさもうね、もうね、結婚したらこっちのものよ、もう全然。ほー、うん、さあそして眼鏡で得したこと、レミさん、お金がいっぱいに見える。あ、そうやってさ、乱視なの。ほう、知ってる。だから目が乱れてるから、お金がさ1万円があってもさ10万円とか20万円にいっぱい見えるの。そうなんですよ、だから得した感じになる。あ、それで得した気分になるで、男の、うん、イケメンがいると、イケメンがずらーっと並んでるんですよ。いるでしょ、それ。ランチはいいよ、ランチは。人数おるからええいうもんでもないし、ね、逆に嫌でしょ、なんか例えばゴキブリなんか出たらもう酔い切れない。お花だってさ、たったさあの一輪挿しなんだけどさ、うわーって見えるのいっぱい。あ、一輪だけの花束みたいに見える。でも幽霊とかわー出てきた。うわー怖いね、怖いね、なんかそれ上手ね、上手ね、上手、とっても上手、例えが上手、例えが上手、とっても上手、嫌なものの例えが上手。別に例えてないけど、素晴らしい、ね、だから司会ができんのよね。やめてください、そんなこと言うの。だからできるよ。レミさん、これ歴代彼氏のメガネ率、うん、10人中1メガネというどうでもいい情報ですけども結構濃い大きい女よね。今どのボタンを押したの。急に笑い出した。なんかしたら春菜、お前してない、してない、何も押してないですよ。お前どこの1号を押したら笑い出すか。こんだけあったら、ほんま？唐橋さんが4人中2メガネ。そうですね、1人はあの同じだったんですよ、目が悪くなってきたその理由っていうか、あの ファミコン時代じゃないですか、こうカセットの、はい、ファミコン世代、ファミコン世代ですね。ファミコンで私もその時代からこうだん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 悪くなっていって、でその相手もそうだったんですね、うん、